はい、みなさんこんにちは。りなです。たかです。エイキブログです。雨がめちゃめちゃ降ってます。今日は大雨でございます。はい、でも私たちはポルシェセンターに向かってます。今日はマカンの1ヶ月点検です。何か不具合があるのかないのか。いや、ないでしょう。あったら困りますけどでしょう。やばいね、雨。何これ、すごいことになってるやん。ということで今ポルシェセンター上田さんに向かっておりますが、あ、500m 先、上田出口、もうほぼほぼ前見えません。で、ちなみにその1ヶ月点検なんだけど、なんか洗車もセットでやってくれて今日はちょっと意味ないサービスだよ。大雨なので洗車したところですぐペタペタになりますがその1ヶ月点検と洗車でセットでだいたい1時間半ぐらいかかるって言われてて。洗車やめる？やめない一応ホイールとかさ、自分で洗うのめんどくさいから、ホイールはピカピカにしてもらって、あ、はいはい、まあ、ボディはもう一回明日自分でスキップすればいいね。どうぞ一緒に一緒にで、まあ1時間半ぐらい時間があるので、ちょっとその間、まあ、ぼーっと待ってるのもあれなんで、ちょっとお願いをして何か違う車を試乗させてもらえたらいいなと思ってます。はい、ここで着きましたね。裏側から入る。めっちゃ人いる。人がいるかわかんないよ。今日車が多いよ。さすが土日だから。はい、到着。それいます。あ、はい、はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。気になってる点ございますか？この1ヶ月点検でオイルとかって1回交換するんでしたっけ？しないです。あ、しないですか？はい。何キロ走った時にオイル交換するとかって目安ってあるんですか？一応1年1万キロという形でお勧めはさせていただいてます。あ、わかりました。はい、はい、はい、ではですね、1ヶ月の部分の点検の方、はい、洗車ですね、作業させていただきますので、ご紹介でこちらに直前にお名前いただきます。はい、はい、はい、ありがとうございます。では作業の方は1時間から1時間半ぐらいでございますので、はい、はい、お名前だけでいいんで。あ、はい、わ、はい、かりました。はい、で、あ、ETC 取らないと、はい、高速なら高速使っていただいて、マカンから ETC 取ってこよう。おお、はい、ということでマカン1ヶ月点検してもらってる間にケイマンの試乗ドライブに行ってきます。この色もいいよ。718ケイマンです。めっちゃ鮮やかなブルー。はい、ドライブ、ドライブ。はい、すいません、はい、はい、ありがとうございます。はい、いいなー。ではでは。おお、エンジン音すごっ。楽しい。やっぱすごいね。よし、では安全運転でいきますか。はい、いや、それ質問なの？はい、はい、ありがとうございます。質問じゃないでしょ、高博。すごいわ、全然違う、当たり前だけど。寒い寒い、コールド、ホット、ハイ、ハイ、ロー、テンプレチャー。この辺ちょっとマカンと違うね。マカンは、あの、全部電子式だけど、これこっちボタン式だもんね。ちょっと古いってことでしょ。ではでは、どこにドライブしますか？引く。低いねずっとマカン乗ってて SUV だからやっぱ比べると低いわ。ですごいかっこいい、前のボンネットがモリって盛り上がってる感じが。いや、この席がめちゃめちゃいいよ。スポーツのバケットシートの、なんかほんと お尻がすっぽり収まってるよね、うん、そう、背中もすっぽり。やっぱ SUV とクーペでは全然違うね。これが欲しい。これはもう本当に走りを楽しむドストレートな感じの。今2時10分だから3時10分に帰ってこればいいってことだ ね。やっぱすごいね、ワクワクするね。そう、だからタカが事故するかどうかワクワクするまあ事故はしないけど絶対にちょっと前のさ、このブルーの感じよくない？ボディが見える、いい、ね、ミラーとかのさ、ボディが見えるところがブルーなのが、あと中のグレーと黒のレザーの組み合わせが高級だよ。おしゃれ感あるよね。だからマカにもうちょっとカンネを使えばよかったっていう。あ、インテリアバケットシートと、ああ選べたね。
すごいバケットシート。あれだよ、もう何でも選べれるよけど、もう一個の車が買えるよ。100万とかポンって上がるし、インテリアもレザーパッケージにすると確か60万70万パーンって上がるし、だから本当に新しい軽自動車とか買えちゃうからね。そう、オプションつけまくると。だから、はい、ポルシェは危ないよ。そうそうそう自分の好きなようにカスタマイズできるがゆえに際限なくいっちゃうと、まあ、今一番興味があるのがケイマンですって言ったら、じゃあ早速準備しますって言って1時間お好きにドライブしてきてくださいって。それはいいよ、まあ、サービスがすごいいいよね。臨機応変に対応してくれるし、次の車を買わないとどうなるのかな。いつか、おいお前らいつ買うんだよっていやでも、まあ、でもこれボクサー買ってもいい。これね、ケイマンね、これ屋根がついてるからケイマンね。ボクスター、これがオープンになるやつがボクスター。ボクスター、今日は今日はどうでもいいけど、うん、だから今日乗ってみてどれぐらいいいかっていうのを、ただ1時間乗れるとだいぶ分かるじゃん。普通の市場ってさ10分15分とかじゃん、うん、あんなんじゃ分かんないよね。だからそういうところで1時間乗ってきてくださいって言ってくれるのが嬉しいよね。そう、うわエンジン音入ってきて気持ちいいね。見てここのレバー、こっちマニュアルでプラスマイナスで、こっちオートマ、あれついてないの、パドルもついてる。じゃあパドルをするんでしょ。すごいね、こうパーンってやってマニュアルになってまたオートマって楽だよね。いやーなんか本当にスポーツカーって感じだね、まあ、これスポーツカーだから、ま、マカンにはないこの空気感があるよね。マカンってもうちょっとゆったりしてるじゃん中も。これ本当の2人乗りのスポーツカーだから、こうアクセルを踏みたくなっちゃうね。今から高速道路ちょっと踏んでみますよ。3、2、1、ドン。音がいいよね。めちゃくちゃいいね音、うん、すごいわ。今スポーツプラスで走っててちょっとノーマルに戻すけど、音がめちゃくちゃいいね。ただなんかドカーンっていう加速力はないね。多分この718ケイマンのベースグレードだと思うから、これがケイマン S とかケイマン GTS とかになったらもっとドカーンっていくのかもしれないけど。うわ、不満してるってこと。いやいやいや全然楽しいよ楽しいけど、多分上には上がいるんだろうなっていう。アドレナリンがブワーって出る加速力ではない。なんかペタってひっついてる感じがする、yes. 地面に。マカンはちょっとふわふわ感があるじゃん、さすがに SUV だから。まだ秘密兵器のボタンを押してないからね、真ん中の。ポルシェってハンドルの横にダイヤルがついてて、ノーマルモードとかスポーツモードとかスポーツプラスモードとか選べるんだけど、そのダイヤルの真ん中にロケットスタートボタンみたいなのがついてて、それを押すと20秒間そのこの車が持つ一番高いパフォーマンスのレスポンスでこう走れるんだよね。フルパワー、そうフルパワーロケットボタンってのがあって、押してみるね今。おおすごっ、いくよ3、2、1、ドン。おお速いわ。ボタンを押すとこの画面に20秒のダイヤルが出て20、19、18って減っていくんだけど、面白い。押した時のすごいねエンジン音も、ああ加速も気持ちいいし速いし、ガソリンめちゃくちゃ使ってそうだけどね。それは後で払おうから、ね、後で分かるよ1時間でいくら。ちょっと後でさトランクとかこのボンネットとか開けてみてどれぐらい容量入るか見てみようか。気持ちいい加速感だし、エンジン音もね気持ちよく後ろから聞こえてくるし。もう30分経ちましたよ。早っ、時が経つの早っ。もう30分経った楽しいとそうなる。3日間ぐらい借りたいね。それはマカンでなんか壊れたら、ああそっか、だからマカン壊せばいいのか台車でやばそういうことでよろしい。病気だよ。めっちゃ鮮やかなブルーだね、かっこいい。ちょっとあれ浴びてみようか、後ろと前、ここ、このボタンだけれる。あ、トランク、まあまあ深いよ、ね、私は入るよ。そう、レナがこう当てたら入るんじゃない。あ、見て、718Kマン、やっぱベースモデルだね。
S とか GTS ついてないから、はい、で後ろも一応そういう感じだね。はい、参りましょう。はい、ということで今またポルシェセンター上田の方に帰ってきました。どうですか社長。え、短かった。そうだね、短いね。ただ今乗ってるマカンと比べるとやっぱ加速は鋭いかもしれないけど、え、いやスポーツカーの方が楽しいよ全然。でも荷物とかあんまり何も減らないから2人でしか乗れないからそんなに役に立たないよ。まあ実用性はないよね。だから子供が生まれたら確実に乗れないね。買うなら今かもしれないね。買うなら今だよタカ。来年子供が生まれるから。来年子供生まれるという話は聞いてないの。あれ俺そんな話してなかったっけ。夢だったっけあれ。夢だったっけ。夢でレナと話してた。だからそうするとやっぱこういうスポーツカーは乗れなくなっちゃうから、だから今なのかな買い時は。いや新車いらん。しかも新車だとちょっと後で営業の人にも聞いてみようと思うけど多分納期が1年とか1年半とかなんじゃない。でしょうね。いらないよ。買ってくる頃には子供生まれててもういらないってなる可能性があるよね。だからそういう意味だと中古はいいんだよね。速度納車してくれるから。そうだよ。あ、ちなみに燃費 8.9km/L だからすごいいいと思うよ。今さだいぶスポーツとかスポーツプラスモードでずっと走っててそれで9キロとか10キロ近く行くっていうのは。はい、到着しました。はい、車を返して1ヶ月点検終わりました。そうだね。あのメカニックの方に何も異常はありませんっていう風に。あとタカはなんかノリノリで新しい衣を買い、あのケイマンの、納期とか聞きましたけど、あと中古車があるかどうかとか。新車のケイマンのベースグレード2年待ちだそうです。2年は待たない。ちょっとさすがにそれはもう無理だし。で中古は何台か玉があるんですけどやっぱ人気だからその中古でも値段が全然下がってないとか、新車買うのとほとんど変わらないとか。だからその待たなくていいということだけだよね。そうそうそう、待たなくていいけど価値が全然下がってない、うん、だから逆にそれを言うとさ新車で買っても1年とか2年で売れば全然価値落ちずに売れるから。そうだよね。買う時はやっぱりさ高いじゃんお金、うん、でもまた売る時にそのお金がほとんど戻ってくるって考えると、でもさっきのケイマンと比べたら、はい、もう乗り心地がもう運命の差でこっちの方がいいわ。どうしてもこれは全然ここの方がいいよ。そうだね、このインフォメーション的なところは全然こっちの方がハイテクで広いし、すごいね。はい、はい、私たちは今から帰ります。これ右？いや、うん、イエス、はい、この動画が楽しかったならいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でも会いましょうね。バイバーイ、バイバーイ。